前半のキックオフ、まずはガンバ大阪ボールです。藤原博樹、倉田修、パトリック、宇佐美貴史、ここはサイドへパスを出します。ここで攻撃を止めます。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。レアンドロ・ダミアン、頭越しにパスを送った。さあどうする、いいボールを送りたい。東口がセーブ。サイドへ展開します。宇佐美貴史、ドリブルで敵陣へ持ち込む。ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。このままつなげれば素晴らしかったのですが、そううまくはいきませんでした。何を狙うのか、狙っていった。安定したボールさばきです。谷口翔吾、上里恭平、レアンドロ・ダミアン、このパスはいけません。タッチラインを割ります。三浦玄太、パトリック、ゴールに向かっています。ここからどうするのか。パトリック、レアンドロ・ダミアン、ボールは相手に渡りました。ここは中央の選手にクロス、ゴール、ゴール決まった。先制ゴール。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。井出口洋介、宇佐美貴史、井出口洋介、パトリック、慎重なパス回しです。パスをつないできましたが、ここで奪われました。レアンドロ・ダミアン、川崎フロンターレのうまいパス回し、キャッチできません。ボールがこぼれた。
今のところポゼッションはガンバが上回っています。問題はほとんどチャンスを作れていないことですよね。ポゼッションも大事ですが、得点しないと勝てません。もっと縦のパスで前にボールを入れていきたいですね。ボレーシュート、ディフェンスがブロックしました。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので、このコーナーはしっかり狙っていきたいですね。コーナーキックが入ります。このボールは相手にクリアされました。宇佐美隆、どこまでドリブルするのでしょうか。中の選手を狙ってきた。いいボールでしたが、ここはクリア。フリーキックから試合が再開します。サイドへパスを出します。レアンドロ・ダミアン、ボールを失います。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。飛び出しが早かったんでしょうか。タイミングがほんの少し合いませんでした。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半のキックオフ、今度はフロンターレボールです。大島亮太、レアンドロ・ダミアン、落ち着いています。レアンドロ・ダミアンだ。ディフェンダーのインターセプト。パトリック、宇佐美隆、ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。クロスを狙ってくるか。このボールはクリア。カウンターのチャンス、仕留められるか。見事なロブパス、仕掛けてくるのか。家永、決定的なパゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。最後はかなり近いところから押し込みました。あそこまでボールを持ち込まれたらどうしようもありません。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。
カットされます。ディフェンダーが読んでいました。レアンドロ・ダミアン、味方にパスを出します。家永、味方の位置を確認する。ボールをクリアしました。レアンドロ・ダミアン、ここはディフェンダーが読んでいました。三浦玄太、藤原弘樹、ボールはサイドの選手へ。クリーンなタックル、ボールを奪いました。目の前にスペースがあるようです。レアンドロ・ダミアン、果敢に仕掛けてボールを奪いました。サイドのスペースが広く空いています。ここはクロスのチャンス、狙ってきたぞ。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。上り里恭平、ジョアン・シミッチ、レアンドロ・ダミアン、ゴールキックから再開になります。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。ボールをサイドへ振りました。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。宇佐美隆、藤原弘樹、何を狙うのか。アンドロ・ペレイラだ。決めに来た。チョン・ソンリョンがセーブ。ジョアン・シミッチ、上里恭平、流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。大島亮太、小林優、ジョアン・シミッチ、ロブで裏を狙います。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。飛び出しとパスのタイミングが合いませんでしたね。
ここで試合終了。ホームチームはこのリーグ戦に敗北してしまいました。今日はあと一歩及びませんでしたね。全体的にチャンスメイクのアイデアが足りなかったような印象がありました。大切なのは今日の反省点を次につなげることです。次に期待しましょう。今後につながる活躍ぶりでしたね。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。